ちなみに何歳ぐらいからサッカーしました？小2の時にサッカー始めました。本格的には。サッカー始められたきっかけっていうのは何か？兄がサッカーをしていて、まあついていくのが好きだったので、まあついていきたくて、まあ、サッカーをやりたくてっていうよりついていきたくて入ったっていう感じですね。プロに今なられたわけですけど、その決まった時のお気持ちっていうのはどうだったですかね？まずはプロに入ることが夢だったので、まあ嬉しかったんですけど、まあいろんな人に恩返ししたいなっていう気持ちが一番です。やっぱりどういうふうに頑張っていきたいっていう目標はありますか？まずは試合に出れるように日々練習して頑張っていきたいと思っています。あなたにとってのサッカーっていうものはどういったものですかね？まあ、最初は楽しむだけだったものなんですけど、まあ、今はプロになって、まあ、人の夢になれたら一番それがいいかなと思っているので、まあ、楽しんで人に夢を与えられるようになりたいと思っています。まあ今ね、いろんな子がサッカーしてるんだけど、まあ、その子供たちに向けてのメッセージっていうのを一言いただけますか？楽しむっていうことを一番にして、まあ、楽しむために頑張るとか、まあ、辛いことも楽しむために、上手くなっていったら絶対楽しいと思うので、まあ、楽しむっていうことを忘れずにやっていってほしいと思います。